どうもー、アップアップガールズかっこにきの梶島彩です。心臓はどこかドキドキしてる。そっか、フォーユーって言うね。そうね。もうなんかいっぱいいっぱいあるね。私のショールームする時間がなかなかない。 でそうね、本当は朝やればよかったんだけど、ちょっと沈没してましてですね、できなかったんです、すいません。どうも、梶島です。どうも、お元気ですか皆さん。どうもね、こんばんは。ありがとうございます、皆様来ていただいて。明日も朝やります。多分何、ちょ声でかい、ちょっとやると思います。あ、高い子似てるですかね。今日は高めです。髪伸びたね、ちょっともう切ろうかなって思ってる。早い早いって、楽しんでこう、長いのも楽しんでこうねとは思ってるんだけど、そうそう、やっぱそうね。どうも。もう切りたくなってきた。髪の毛切る日は近いな、この感じだと。金髪にしてみて。ああ、どうだろう。ね、私が金髪にしたら多分ショートのままでいくと思うけど、えのきになっちゃうんだよね。えの金髪になっちゃうよ多分。久しぶりに見れてるってカジーです。なおそらくん、そっか、久しぶりか。そうか、やっほー。 バスケットボールみたいな服。あ、本当？これは私の好きなブランドの新作です。大好きなんですよ、ここは。えの金髪になっちゃう。残念なこと、新井さんが髪の毛切った。え、新井さん髪の毛切ったんですか？嘘。そうなんですね。そうなんですね。髪の毛ちょっと切ろうとは思ってるんですけど、なかなかですわ。結婚して、柏で大丈夫ですか？すごい。え、何？え、書いてあるのは知らん。なんて書いてあるの？ツインピックスだって。え、わかんない。何これ？ラクロス？あ、違う。ラグビーかな。どう、元気出るんだって。あ、まあ、え、嬉しい。そんなこと言ってくれるの？嬉しいです。よかった。え、変わったかな。アメフト、そうそう、アメフト。あ、海外ドラマなんだ。私知らないわ、でも。あ、じゃあちょっと見るか。今日もね、一個映画を見て、ちょっと、すごいいい気分になったんですよ。あ、おこだって、ごめんな。ラグビーじゃなかった。20歳で決まり。本当？あ、よかった。何より。サスペンスだなって。え？あ、そうなの？へえ。また何見たのか教えてくれない？教えないよ。だってなんかさ、見る。え、わかんない。なんか、ね、どれ言っていいのか、言っていいのかわかんない。いや、言っちゃダメなものなんてないんだけどさ、わかんない。どれ言おうかな。洋画です、洋画。ね、わかんないよ。だからとか、私にわかんない。恥ずかしいよ。なんか見、これ見たよとか言うの。わかんない。好きな映画は、いや、うん、ほんと思い立って見てるだけなんで。うん、でもいろんなの見ますよ。なんかおすすめのあったらまた言いますね。ああ、そう、洋画が広い、広いよね。そう、そうかって。イエスイエス。あら、何何、あら、嘘、カジのこと可愛いって。嘘だ、絶対。えー、
それさ、すごく盛れた写真だったんじゃない？わかんないけど。はい、映画何好きなんです？どうだろうな、何だろう、わかんない、なんか思い立ってみて感じ。なんか特にこれが好きとかあんまね、ジャンルはないんだけど、どれ見ようかなってそのままなりがちな私。あー、わかるかも。でもね、うんうん、ペペロンフォーのレポ、あー、今日ペペロンチーノを作りました。はい、とても楽しかったです、ペペロンチーノね。そうそうそう、うん、やっぱ私はもうペペロンチーノは作れるようになりました。でもね、今日もまた失敗して、食べたら味なくて、あれなんでだ、大変だ、 なんでだこれ大変だってなったの。どうして味がしないんだと思ったら、コンソメを色忘れててね、上からふりかけみたいにコンソメかけたらすごい美味しかったです。皆さんは真似しないでくださいね。はい、作れるようになってないってことですか。いや、作れるようにはなったんだよ。そう、なったなった。でも味がしなかったんです。うん、なんということでしょう。わかんないよ、私が一番聞きたいよ。はい、作れるって言わないのかな、これわかんない。え、言うんじゃない、え、料理頑張ってるな。いや、逆にペペロンしか作れないんですけどね。邪道だって。あ、そうなの。私があの検索したレシピはコンソメを入れるやつだったんです。そうそう、すごく美味しくできたと思います。ペペロンチーノが大好きなんです。美味しかったな。う、なんか聞こえるな、何見てんだろう。春巻きはもう作らないんだね。あ、なんかお菓子みたいになっちゃったんだよね、一回作ったことあるんだけど。ペペロンチーノの元でしか作ったことない。特技ペペロンって言います。これから特技料理何、ペペロンです。はいって言うわ。じゃあ明日、昨日の話しましょうか。はい、ということで、昨日はですね、ちょっとね、なかなかできなかったライブの方をやらせていただいたということで、いやー、生配信ではあったんですけど、多分ね、見てない方もいらっしゃると思うので、まあね、ちょっとここでお話してきたらなと思います。どうでしたか？見た方は。楽しんでいただけたでしょうか？ライブやったんですよ、生配信で。スタジオだったんで、めちゃくちゃこう、なんていうのかな、すごく、ガチでカメラもわーって寄ってくるし、ウォーってなったよっていう。めちゃくちゃ楽しかったです。どの道ハッピー、あ、私が作曲させていただいた曲がね、一曲あるんですけども、そうそうそうだよ。ちなみにだけど、今日なんか曲を作っていました。まあ暇つぶし程度だけどね。まあこういう余談ですわ。あの曲をね、作って、なのすごいありがたいことにさ、めちゃくちゃあの形にしていただいて、初めてパフォーマンスをさせていただいた どの道ハッピーって曲があるんですけども、 MV の方公開されてるので、よかったら見てみてください。そう、パフォーマンスは初めてでしたかね。千夏が振り付けしてくれて、リーダーの千夏がね、振り付けしてくれて、どうでした、楽しんでいただけましたか。カメラワークがあってよかった、どうですか。振り付け楽しい、本当すごいよね、才能にあふれているよね、ちなとの振り付けは。私もいろんな相談をさせていただいたんですけど、あのありがたいことにね、あのなんていうの、やってくれてさ、嬉しかったです。いや本当にフォーメーションいつ決めたの。いやもう本当すぐフォーメーションわって入れてすぐ本番でしたよ、割と。そうだよ、あんま言うと怒られるかもしれないから言わないけど、すごい短い期間で頑張ったんですから、はい、嬉しかったな、楽しかったな、やったぜ。今のサビくらいでうるっとくるって、本当よかった、嬉しい、うるってくるって私は嬉しいな。でも感動してくれてるってことだよね。おくるめ先生、カジ作曲について語る時のキャラクター、ああそうだよ、おくるみにならないと、
作曲については語れません。ツインピークスの視点、ツインピークスって、ツインピークスってなんだろう、ね、どういう意味なんだろう。まさかブルースカイ来ると思う。そうです、ブルースカイブルースって曲もやらせていただきましたね。ありがとうございました。なんかね、すごい緊張しちゃって力んじゃってね、私ちょっとヘロヘロだったんですけどもね、気づいてる人は気づいてると思うんだけど、すごい力入ってましたね。久しぶりだったからさ。そうそうそうですわ。息切れちゃった、めっちゃ息切れしちゃったよ。もうゆらゆらしちゃって、でも楽しんでもらえてたらいいなと思うよ。今知らなかった、確かに。そうね、本当だ。筋肉痛は大丈夫、うん、筋肉痛にはならなかったけど、そうね、なんか息切れちゃって、そうなの。こんばんは、こんばんは、くじしまです。そうなんです、すごく楽しかったです。見てくださった方、本当にありがとうございました。教えるとかもあって本当に嬉しかったです。うん、高画質でぬるぬる動かずに感動。千葉じゃない電波だった千葉が電波悪いわけじゃないからね、この家が電波悪いだけですから。最近アイシャドウを変えました。わかるかな、おっ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 、あなりこやりたかったってね。意外とあなりコーダーやらなかったわ。みんな私のこと忘れてるんじゃない、あなりコーダーのことを。ダメよ、忘れちゃう。最後アッパーカットの時弾けてたね、だってね、すごい弾けちゃった、楽しくてさ。ん、ライブ続くけど大丈夫、うん、大丈夫、楽しみだもん。みんなが 見に来てくれることを願っております。動いてる家事も見てね、まあ、今は動いてるんだけど、すごくね。アッパーキック定番にしてほしい。アッパーカットキックやって、確かにちょっと密になっちゃうからね、密すぎちゃうからね、ちょっとやりたいんですけどね。今日はギター勝手に塗ってない、大丈夫です、いるそこに。いやでもママに言ったら本当にビビっちゃったから、もう言わないようにしようって思ってギタリストの印象が強くなったのかな。いや、アナリコーダーリストですよ、ギターは趣味なので。そうそう、今日の服ドラゴンボールに見る、本当だ、すごい、わフリーザー、フリーザー、皆さん本色はなりこーダーです。単色ってあんとね、オレンジ虹プロジェクトっていう番組を見ていて、そこに出てる推しメンがオレンジのアイシャドウしてたんです。わ、かわいいと思って買っちゃった。フリーザがフリーザって言うな。クリリンの言葉でしょ。どう似てる？僕はそんなこと言わない。ああ、ドラゴンボール知ってる？いや全然知らないよ。そう、知らない知らない。全然知らないよ。知らない知らない。うん。似てはない、似てはない、似てないのか、そうなんだ。あんな本気知らないんだよ、あんまり。超にわかで全然知らないもん。いや、私が今真似してるのは誰だろうって思いながら真似してるからすいません。いや、虹プロジェクトやっぱ見ますよね、うん、アイドルは見る気がする。だってミーハーだもん私わかんないよ、全然。私基本的に適当な女です。なんでそんなこと言うの、なんでやめてよ。私すごいと思う、なんかママにね、ドアを開けたら閉めてとか言われるんだよ、21になるのに。もうすぐ本当にいつも頭抱えちゃうよね。アイデンティティさんの影響、この間会社の絵で人造人間16号について熱く語って惹かれたことがあるって。そうなんだ、私も何かについてすごく語りたいんだけどさ、何かお題を出してくださいよ。なんでよ、出してください。
そうかそうか、人な女にはなりたくないんですけどね、なんか嫌です、すごく気になっちゃうんですよ、治らない、うん、治らないと困っちゃうな、なんか忘れちゃうんですよね、いろんなことでさ。カップラーメンについて、おいいですね、今カップラーメンすごくいいじゃないですか。あ、みーさまさん、魚チレトーク、私が魚チできると思いますか。できるんです、それが、いやそれ絶対できないんですけど、魚チレトークはできないんですよ。みんながスマホを反対に逆さまにしてくれたらできるんですけどね。魚チな、カップラーメンいいね。お腹空いたな、いや空いてはないんだけど、今日ペペロンチーノの量が多くて、お昼ごはんあんま食べれんくて、お腹いっぱいっちゃいっぱいなんですよね。でももうカップラーメンについてはもっと話したいこといっぱいあるんだけど、私は豚カレーを超えるカップラーメンはあるんだろうか。まあね、豚カレーはあれですからね、うどんではあるんですけどね。うん、そうどうするって、他に何が超えられるんだろう。なんかでも最近あれが美味しいんですよね、カップスターそうカップスターすごく美味しいなって思うだけどね。豚カレーの頻度どれぐらいなんや。あ、基本的には私は安売りしてるカップラーメンをさ、すごくね、そうただ買うんだけど、安売りしてるやつを。でも豚カレーってなかなか安売りしないじゃないですか。そうだからママがいいよ好きなカップラーメン買ってもとか、私が今日カップラーメン食べたいなって思った時とかは基本的にすぐ豚カレーにしちゃうね。そうかなって思う。迷ったら豚カレーみたいなところがねあるよね。そうね、でもあんまりカップヌードルの話すると夜中お腹空いちゃうって人がいっぱいいる。カップラーメンはそんなにいっぱいさ食べれなくていいのにさ私は好きだから食べちゃうんだよね。そうだよね。特売赤か緑、あ緑ばっか食べちゃう、緑箱買いしたもん一時期、箱買いでも緑ばっか食べてた、緑のタヌキですよ。そうそう、チリトマトとシーフードしか食べてないなんて、マジで、あーかわいそうに。でも最近辛ラーメンもでもよく食べるかな、安いし美味しいかな、やっぱり辛ラーメン食べたいね。おつもり、あー、うんうん、あるよねあるよね。限定ソース始まったって、うっ、え、それちょっと食べよう、日清カップヌードル、あーまあ美味しい、でもカレー食べちゃうな、日清カップヌードルだと。辛いのいけるんですね。うん、嫌いではないかな、辛いのは食べたい、基本的に食べたいんだけど、激辛フェスに行ってさ、めー、まあ、ちゃんとちなつに連れてってもらって、そこから辛いのにハマって、そんなたくさん辛いもすごい辛いもの食べるわけじゃないけど、辛ラーメンとか火鍋とか結構好きですね。そうかわいそうに言われて不服、でも優等生よ、カップラーメンも食べ過ぎちゃいけないからね、やっぱり私わざわざカップラーメンにしちゃったりするから。そうよ、わん、激辛フェス行ったの。そうだよ、今日の服はカップスターを意識して。ノーノー、そんなことないよ、これは私のお気に入りってことです。はいだ、ね、そう、私暑くても鍋とか辛いの食べたいし、そうそう、とんがらし麺くらいかね、辛ラーメンより辛いバージョンのラーメン、あーそうか、辛いラーメンはまあいいね、探せばいくらでもあるよね。あ、最近ブラダックンポックンミョンを食べましたよ、ブラダックンブラックンミョンですよ、ブラダックンブラックンミョン、それあーでもちょっと辛かったかな、ブラダックンブラックンミョンですよ。はい、味噌ラーメン、味噌ラーメンはね普通のお店の味噌ラーメンが好き。そうなんだ、そうそう、ちょっと眠いな今日、なんか目が、暑い時は暑いもの食べがち、
なんて言いたいんですよ。春だけはサーモン食べてみて美味しいよ。札幌一番、わあ、わかる。でも袋麺食べちゃう。札幌一番は袋麺。あれ、札幌一番のカップラーメンってあるの？袋麺だけかな。あ、いや、あんのかな。そっか、あるか、あるな。私袋麺ばっか食べてるな。そしたら、うんうん、ちょっとね、ずっとね、覚え物をしていてね、動画が撮りたくて覚え物をしてて、全然覚えられなくて、なかなか動画が撮れなくってさ。あと今ね、ギターをね、ちょっとしばらくやるものが続くので、ギターの練習をしていたり、どうしてもちょっと曲が作りたくって曲を頑張って作ってみたりとか、いろんなことをしてたらなんか分かんなくなっちゃって、そう、なんかもうあーってなっちゃった今日そう、やりたいことがあるんだけど全て中途半端に終わってしまうのがすごく悔しくて、今日はっていう感じでした。で、なんか気分の話に料理したんだけど、料理も失敗するし、もうなんかどうするやだ作曲、なんか作曲の過程とかをさ、皆さんに見せるのってどうなんだろうね。これ変わっていくのかなって、面白くない？うん、ヤンタンもある。あ、そう、ヤンタンまだ今週のを聞けていないので、早く聞かなければ楽しみだね。でもね、ちょっとだけ聞いた、前半ちょっと聞いて、あの不倫騒動の話だったりとか出てて、そう、あー、なんかさんまさんの笑いにかける、笑いにかける、もう心がすごくかっこよく、かっこよくさ、そうね、もう本当に素敵だなって思った。見たいのってどうなんだろう、作曲の過程。うん、でも緊張しちゃう、収録ですよあれは。うん、もううまくいく気がしない。うまくいくっていうよりも、あの、何、さんまさんだったりご視聴者の方が楽しんでもらえるかわからないです。頑張ります。はい、ネットニュースになるって言ってましたよね。すごいですよね、本当に。事故物件ちょっと怖いって。ちょっと来るかな今年も。いや、どうかな、どうかな、来る気はしないんですけども。今日別にいましたらって、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。作曲配信とくるみ、まあ作曲について語るときはおくるみってことですが、そう、ニュース、ニュース、名前呼んでもらえると嬉しい。本当ですよ、もうさんまさんの曲を作ったら確かにすごいな。みんなのコメントが、ちょっと一回窓閉めなきゃ、ギター弾けないね。ちょっと待って。どうだろう、作曲の過程って面白いのかなただそれがどれを皆さんに言えばいいのか分かんない。いろんな、まあ、でも研究が足りなすぎてね、やっぱりまだまだダメよってところはあるよね。そうね、でもこの自粛期間すごい時間ね、ありがたいことにあったからね。そういう部分では自分の時間っていうのはあったから、それで、で、ね、歌詞は書けないけど曲は作れるなと思い、嘘くさいネタ出さないと思って。嘘くさいネタ、あるかな、嘘くさいネタ。そんな嘘なんですか、嘘も出さない面白い、恥ずかしいな、なんか。
曲は書ける、何かっこよだって、あ言ったってそんなこと、いやちょっと違う違う、あの歌詞が書けない、曲せっかく一曲作ったんならなんかね自分で作ってみたい、あ自分の何自分もう一回作れたいなって思っただけ。えやってみる、何がいい、ゲとかで歌ってみる何で歌えばいいんだろう、レとかゲとかだとかで歌ってみる、ゲがいい、ゲで歌ってみるえー何にしよう、ゲでいこう、せーの、こんな感じです、ゲで歌うとゲゲゲゲゲゲゲって感じよ。でもさちょっと難しいよね、ポップだねこの曲、またポップな曲ですわ。さあどうなりますかね、これはどうなるでしょうか、これがまたまたはたまたボツになるのか、ボツにならないのか、趣味で終わるのか、どうなるんでしょうね。即興じゃないですよ、なんかどの時に普通なんかでも徐々に作ってた感じですよ。かっこいいのこれって、ゲッゲになってるよゲッゲになってるけど大丈夫か、そうなんだ、わかんない、なんかもう自分の曲がわかんない、なんかかっこいいとかっこよくないとかわかんなくなってきちゃった。そうですわ、ゆっくりしてみると、悩みとき、はじめまして、こんばんは、あかじです、どうも、曲が入ってこない、確かに、あーでもなんか普通なんだよね、なんかね、いい、どうだろうね、ちょっと構図進行、あー確かに難しい、そうね、さーて大体はできてもさ、つまんない曲ができるのよ私がやると、だからその作り終わった後にどうやって修正すればいいのかがね全然わかんない、夏っぽい曲やって、変化球投げたい派、違うの、なんか音を並べただけっていう感じの曲になっちゃう、だからどの道ハッピーとかいっぱい修正したよ自分の中で、でもねそれでもやっぱりね下手くそなのよ、だから見過ごされた助けを求めたということになります録音、そうね、さてどうなるんだかね、才能が欲しいですどうすればいいんだろうね、全然わかんないの、なんかプロじゃないからね難しいです。楽器はたくさん弾けるんですか？って、鼻リコーダーが得意です。イエーイ、そうですよ。今夜は水野さんがいない。いや、さっきいらっしゃった気がするんですけど。今見てるかな？でも水野さん忙しいからね。
ハブン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 。最近アナイコーナー見てないって本当？ぜひ皆さん TikTok と Instagram を見て、リコーダーいっぱいいるよって。テンポ？あ、めっちゃ速いよこの曲。めっちゃ速かった気がする。なんてテンポいくつだっけ？ちょっと覚えてないや。わかんない。わかんない。ニキは一番速いのはブルースカイブルースじゃない？熱いことの意味と君との関係に当てはまることパタンテンってちょっと首を動かしてたら多分取れちゃうと思う。そうですね。なんかさ、なんか今日はモヤモヤした一日なんです。なんだかね、モヤモヤしてるんです今日。なんかね、何か一個達成、何も達成してないんです今日。何も達成しないんですよ今日一日。何か達成、まあペペロンチーノ作って紛らわそうと思ったんですけど、ペペロンチーノちょっと失敗してしまったのでですね、何かモヤモヤしている気分なんですね。なんだろうな。どうしたんだろう。コインです、青がヘッドバン曲って、ヘッドバン、ヘッドバンじゃなかったね。あ、スマホのアプリでメトロノームが使えると聞いた。おお、そうだよ、私ボイスリーグニングの時めちゃくちゃ使えます、メトロノーム。昔はね、このピアノにメトロノーム入ってるんだけど、これね、今ねあんまりピアノ弾いていないので、ね、あんまりこうそのメトロノームを使う機会が減ってしまったんですけども、ペペロンの曲、あーいいね。それ無理だよ、私そんないいねとか言ったけど作れなくないっていうね。そうどうやったら失敗なんですかって、やっぱそうだよね、食べたら味しなくて、うん、おかしいなってなったな。そうですね、あれはな、まあちょっと頑張りますわ。はい、何の何かの話しようと思ったの忘れたな、なんだっけ。あ、昨日メンバー全員、あ、ちょっと知らず別仕事でいなかったんだけど、メンバー全員でパン屋さんに行って、美味しいパン屋さんのパンがすごく美味しくてさ、なんかパンになりたいって思った。みんな何パンが好き？私あれが好きだってこと分かった。あのさ、あの丸いパンの上にさチーズがかかってて、なんか美味しい、焼いてるのめっちゃ美味しかったんだよね。あ、だってお腹空いてきたんだけど、どうしよう、お腹空いたな。例のパン屋さん、たまたま昨日のスタジオの近くにあったパン屋さんだったんだけど、ちょっとおしゃれでさ、そうよ、パンが食べたい、パン、パン、パンが食べたいですわ。いいですね。なんだこの配信、どんどんゆったりになっちゃうな。ない。焼きそばパンはないんですかって聞いた。聞いてないよ。で、焼きそばパンじゃなくて何パンだった。あとクロワッサンを買いました。ライブ後に食べてすごく美味しくて、最近パン全然食べてなかったからすごく、あ、食べてたか。そうさ、家の近くにパン屋さんができたんですけど、そこのパンを食べて美味しい。もう一回言うねだって。あ、ごめんね、見逃してた。セブンのペペロンチーノ風枝豆パン、ええ美味しそう。セブンイレブン行こうか。マヨコーンパン売ってなかったんだよ。あいた。シナモンパン好き。また行こうかな。見て、ギロッポンのシャレオツナうんパンドン。パン屋さんはカリンかなんだろう。私はカリンかって言ったらもうジュース宮本カリンさんしか出てこないんだね。やばいやばい。え、カニパン見つかんないのって嘘。あるよ、美味しいぞ。なんかについて語りたいな。何について語ろう。
何について語ろうす、語ろうす、何について語ろうす。やばいやばい、今日本当にやばいって、なんかってさ、なんかやばいよね。ちょっと21になるのかな。今日ニーナの誕生日です、おめでとう。で LINE をしたら、 LINE をしたことを Twitter で言われてすごく恥ずかしくなってしまった。そうですよ、カタローズ。ダジャレ言いたい。何が恥ずかしいのかって、だって私がさ、わざわざ LINE とかしたら嫌だ、キモくない？大丈夫？なんか恥ずかしいもんね、なんか平気かな。カタロスステーキ食べたい、お腹空いたな、もうお腹空いたな、うん、なんでや、わからん、なんかそういう気持ちになっちゃうの、大丈夫かなって。何か嫌いかより何か好きかで自分を語ろうす、語ろうす、語ろうす、いいねいいねいいね。なんか正直さ、私今すごいハマっちゃったんだけど、二次プロジェクトについてやっぱ語ろうす、語ろうす、語ろうす、語ろうす。あーでもそれよりももっとなんか語ろうすしなきゃいけないことがある気がするんだけど、意外に人見知り、いやーそうね、なんかちょっと前の話なんだけど、ほうちゃんとちいこちゃんが2期に加入したての時かな、あのほうちゃんとちいこちゃんにも若干人見知りをしていたのね、最初も。私はまあ、あの人見知りみたいなの結構するんですよ。そうなの。でもその時ね、ちょっとほうちゃんとちいこちゃんにもちょっとね、何ちょっとあの人見知りをねしていたんだけど、ほうちゃんとね、エレベーターに乗る時、あのエレベーターがねまず苦手なんですよ、私基本的には。そうで、エレベーター揺らす人大っ嫌いなんですよ。したらさ、ほうちゃんって割とドン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 ってエレベーター乗るの。でもだから本当におうちゃん、やめてやめてやめてって思いながらいつもエレベーターに一緒に乗ってたんですけど、言えなくて最初ね、でも言えないなって、でもだってわざとやってるわけじゃないしなっていうのもなと思ったんだけど、しばらくしてから普通にもう言ってた、なんかそう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 、うん、そうね、そう、もうエレベーター揺らす人ほんと嫌いなんですよ。なんでそんな勢いよくさ乗るのって思うんだけど、ほうちゃんはさ別に悪気よって思うわけじゃないしなと言えなかったのは昔の話ですけど、そうだよ、ほんとにエレベーターが苦手でですね、怖いですね。なんかなんだろう、動いてます、今箱が動いてますみたいな感覚がもうどうしてもダメでってなっちゃうの。もうなんか声一回さ、たまにねおじさんとかがさ、えさこらそうってドンドンって、いや止まるぐらい揺らしたらそりゃ誰だって怒るんだけど、私ちょっとの揺れでもダメなのよ。だからできるだけ揺らすなよって思いながらさ生きて乗っているけども、そうなんかね、たまにさ、そうとてもさ、すごくさ、ちょっと元気の良いおじさんとかボンボンボンって乗ってくる方いらっしゃるじゃないですか。私一回本当にあのちょっと、ね、元気よく乗ってこられたおじさんがさいて、結構な満員だったんだけど、揺れた時にあーとか一人で言ってしまったんですよ。もうその時すごい顔で見られて、あのなんかもう怖くてですね、あんまりねエレベーターで怖いから乗りたくないんですよ。そうでも東京のさ、なんかこう仕事とかする高いビルとかすごく多いじゃないですか。タワーテラーはもちろん乗れないですよそうだからね、本当にそうなんですよね。だからさ、あんまりねちょっと使わないわけにはいかないんですって時が多いんですよね。そうなんです、
そんなおじさん知らないって。みんなにとってはもしかしたら揺れるわけじゃないんだろうな。私がね、極端に揺れるのが嫌いなだけなんだと思います。だからね、すごく申し訳ないんですよ。おじさんにもすぐ謝りました。すいません、あの揺れるのが苦手だよってそれで言ったの覚えてる。すいません、あの全然すいません気にしないでくださいとかすごい大きい声で言ってしまったの懐かしいですわ。エスカレーター大丈夫？あー、エスカレーターは、まあ、基本的に私動くものが苦手なんですけど、あのあれよね、いつのタイミングで乗ればいいかっていうのは割と分かんなくなる時あるけど、あとは大丈夫かな。今今朝地震、あ、そうなんだ。待って、あったかも。なんかあれ栃木かな。あ、待って、そっか、ちょっとニュースで見たかもしれない。違ったかな、寝ぼけて見てたから大丈夫だったのかしら。揺れ防止、まあね、揺れるなって言ったらそれは無理だって話だからね。そうそうそう、千葉南部、あれマジで昨日だっけそれ、あれ昨日じゃなかった、あ今日だの、ああれ、あ千葉南部、あ待って、本当にボケてるわ。あれ昨日の 夜にあったのが栃木じゃん。ごめんなさいね、全然覚えてない。ロープウェイはロープウェイか、乗ったことあるかな、ないかも。あれでは好きですよ。でもターザンのささーっていうやつも好きです。楽しい、乗りたいな。アスレチック行きたい、アチョレチャック行きたい。あれはいける、スキーやったことないんだよね。そうそうそう、スキー誰か連れてってくれるかな、行ったことないけど。でも怖いもん、まずスキーが怖いもん、上から落ちるんでしょ、無理。ちょっとやるからやってみたいけど。車の揺れ、うん、まあ、どこじゃなくて、昔はもっとビビリだったからさ、あの車の揺れが怖いからいつも寝てた。あの車乗ったら寝る準備に入ってたらさ、パパがさ、お前それ絶対あの大人になって友達の助手席とかでやるなよって言われたのを覚えてる。そこから起きてね、あの起きるようになって、あのまあ大丈夫かなぐらいにはなったけど、たまにこうふわってくる時あるじゃないですか、車の中でも。その時あっっていつも思いますけどね。西澤さんスキー上手そうって、何それ。めっちゃ面白い。そうかな。どうなんだろうね。え、吹雪の中のゴンドラとかあるんだ。飛行機はね、飛行機ね、どうかね、飛行機ね、ちょっと怖いっすね。あんまり言うとあれだけど、そうだよ、私基本的に乗り物ってダメよね。だからあの滑り台とかも長いのとか割と怖いもんね、全然怖いもん。あの千葉のなんだっけ、何公園だっけ、ごめんなさい、あのねすごい長いさ滑り台がある何公園、千葉のさあの公園あるじゃん、あるじゃん、あの有名な公園。うわー、やっぱ水沢さん上手なんですか、すごい。ちょっと水沢さんスキー連れてってくださいよ、スキー、うん、連れてってほしい。ちょっとなんか足元にある、うわすスケート、えー、すごい、やってみたいです、私できると思いますか。千葉の公園にさ、あのめっちゃすごい長いさ滑り台がある、何公園って言うんだっけ、海浜、臨海公園なんだっけ、絶対思い出せない。アイスホッケー全国大会に出る、本当ですか、めっちゃすごいじゃないですか、全国大会、部活ですか、何でやったんですか、え、部活ですか、すごい、びっくり。なんかめっちゃピアノの匂いする、なんでだ、あ、ピアノでここにあるから、滑るの上じゃないで、おいおい、部活だって、すごい、三沢さんってやっぱ何でもできますね、
書道の人だ。友達にアイスホッケーやってる人いました。友達何情報ってね。その子の猫が脱走しちゃって、そうなんか猫がいないんですって言ってたんです、その子。いや何情報やんけって。そうで、あうちの猫はいるよって言ってる。違う、それは聞いてないよって言われたの覚えてる。頭おかしかったの。今思ったらなんでその時言ったんだろうって思った。やばい、そうだね思い出せて。それカーリングで確かに。あ、猫さんは最近鳴かない。あ、本当だ。なんでだろう、鳴かないね。あんなに泣いてたのに急に静かになった。あれ今日ミミ見てないや。ももと今日一緒に、あれミミ見てないな。心配になってきた。なんかミミ見てないと心配になっちゃうんですよ最近。金貨に餌、あ、いやダメですよね、来ちゃうんで。なんでこんなに頭回らないんだろう今日。眠いんかな。いや眠かないな今日。思い切って寝ちゃおうかな。本当今日動画を撮りたくって準備したんですけど、うまくいかないんです、ね、明日はでも外に出るか。大丈夫、撮れる絶対。ボディーボードやってたんで、アクティブ派って。すごい、私家で運動してました。あーいじゃあおいしいしょばれねー。耳どこにいるんだろう。じゃあカシマ最近メイクをいっぱい変えたので皆さんに教えます。まずはアイシャドウ。姉ちゃんとお買い物に行った時に姉ちゃんとは色違いのアイシャドウを買いました。これはですね、ニーナタンに教えてもらったアイシャドウです。バーベキュー。いや、バーベキューやりたい。バーベキューやりたい。いいな。ずっとバーベキューやりたいって、ママとかパパとかに言ってるんだけど、全然さ、なんか、できないんだけど。いやね、やろうよって言ってんの。で隣の家の人がやってたんだもん。犬がいます。なんか犬の、ね、音が鳴って。ジンギスカンよく送られてきたな、北海道から。あ、パパ北海道です。そうなんです、パパ北海道出身なんです。うん、できないってみんながやってくれないんだもん。ちょっと、あ、いつか急に開催したらみんなやってくれるかな。今日バーベキューだからって言ってさ、私がさ準備し始めて夜外に出てさ、みんな元気っつってさやり始めたらやってくれるんかな。うちしかに肉持ってきてとか言い始めるのかな。やだそんなの。羊肉苦手だって。あ、そうなんだ。私は割と昔からずっと羊の肉食べる、ジンギスカンか、ジンギスカン食べてたんで大好きです。ギリラ BBQ やりましょう。ねえ、ギリラ BBQ やったらさ、意外とさみんな来てくれたりするのかな、家族。いやね、うちの家族は気まぐれなんでね、本当に。そうそうそう、そうなんですよ。ロロッチ行きたい。そうそうそう、ね、MV に撮影しバーベキューやったっけ。あ、そうですそうです。あと撮影した場所がバーベキュー場で、サンサーさんの MV の話ですね。あのバーベキュー場でなんかバーベキューするシーンもなんか撮ろうみたいな感じだったんだけど、なんか分かんないけどできなくって、社長がすごい勢いで肉うわーって焼いて、クエクエクエババ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 ってやって、あ、食べる、あ、あーってなって、すごい秒で終わったの覚えて、20分ぐらいでバーベキュー終わったの覚えてます。そうだよ、いつやるより気がする。今バーベキューやってるんだけど来ないっていう。めっちゃいいじゃん。詰め込みバーベキュー。そうそう、懐かしいな。なんかそういう楽しいことがしたいです。
なんか家事とバーベキューみたいなさ配信したいね。私が一人でお肉焼いてみんなと一緒に、みんな知らんけど一人で肉食べながら、なんか妄想が膨らむな。すごく妄想が膨らむ。いた行かないって言われたらやだって言うんだもん多分肉持ってきてとか言われたらもうえってなるよね。バーベキューしたわ。おにぎりと握ってきていいね。でかい鍋でパスタ、わいいな、バーベキューしたいな、今日はバーベキューだからねって言って、あーやりたいな。どうだろう、一人でやってそう。私トリテリ焼いてだっていいじゃんトリテリ。まだママに怒られちゃうからさ。ん、カジュのおにぎりをなんだよこの形って言いながら、うまいうまいって食べたいって、あーいいね。でもさ私あれよね、でかいおにぎりになっちゃうの、なんかわかんないけど、いや発想はアウトドアなの、めっちゃ、そうなんかあれ行きたい、あれやりたい、え、あれしたい、あれと、俺食べたいってよく言ってるんだけど全然実行しなくって、基本的に家でさ終わっちゃう。なんで多分ね一人だからなんだと思う、誰かいないの、だから友達が少ないの。なんだし手でかいから、そうなんです、手でかいから、そうだね、確かにソロキャンプ、あでもちょっと怖いの、夜が怖いっす一人だと。ん、なんか私今日ひねくれてるね。もういっか、今から友達作る、え皆さんもし友達を作ってくださいって言われたらどこから友達作るの、えどこから友達作るんだろう。ご飯も妄想の域に達してきた。いや本当にある。美味しいもの食べたくて。なるほど。私人望がないんですよあんまり。だからさ人の上に立ってやるみたいなのがなかなかできなくて。お金で友達作れるの？ボルダリング、おアクティブだねめちゃめちゃアクティブだね。飲み屋さんで隣の人に絡む、うわ大人だね、絶対無理だな、できないな。人望、レンタル友達、家事は親しみあるタイプだからね。本当にないよ。あ私こんな感じですけど本当に冷たいって言われます、人に。なんか言われちゃうんだよね、伝わらないの愛が悩みすごい、みんなへの悩み相談になっちゃうね。いや結構本当によく言われる、冷たいとか、冷たいよりもしょっちゅう言われるな。うん、そうなの、そうって言っちゃう、そうとか言うからいけないんだろうねなんかね、うん、やだもう私暖かいんだよって、暖かいよって、ちょっと誰かねえ、誰か本当に冷たかった言われんから親しみ、あそうそう別にあの本当にの死んだような目で冷たいとか言われてるわけじゃないよ、全然普通にやんね、彼に冷たいよねとか、あやって冷たいよねとか、それくらいだからそんなことないよって言うけど、割と言われます。別にあの悪い気はしないよ、あのそのすごいあの嫌な感じで言われてるわけじゃないからあれだけど、なんかこう親しくなった子から言われる、意外と冷たくてびっくりしたとかね、あそうなんだって思った。いやいやしょっちゅう言われる、しょっちゅう言われるよ、なんだろうね、ドライなのかな、ちょっと皆さん、え私って何、え分かんないの、なんか自分がドライとかも分かんないし、人にあんまり踏み込まないからなのかな、踏み込めない、いいのか分かんないしっていう、あと自分のこともそんなに話さないかな、いやそうか、話すけど
話すけど、なんか千夏とかまーちゃんとかに言われたの、あ、なんかあったの、なんかなんで言わなかったのそれとか言われることあります。なんだっけ、なんか最近はそんなこと言われることないけど、なんか友達に言われたのが、別になんだろう、なんか口に出すと別に言わなくていいじゃんって言われそうだからあれだけどね、うん、なんだろうな、なんとなく分かるような気がする。分かる？一緒にやろうよって気持ちにならない。うん、あれ一緒にトイレ行こうよとかいかんし、あ、そういうとこなのかな、なんかあるじゃん、ここのグループで。いや、私がマジで嫌われたこと言っていい？マジで嫌われたことの話なんだけど、このグループでなんか修学旅行行こうよみたいなのを、入学式じゃなくて、あの新学期か、新学期クラス替えして2日目ぐらいの時に言われたんですよ。いや、それ分かんなくないって言ったら、すっごい嫌われた。やっちゃったんだもん、そんなつもりないの、分かんないよとか言ったら、なんかすごい嫌われました。いや、行きたい、いや、すごい、なんかまだ仲良くなってかどうか分かんなくないって思って。そんなつもりは言わなくて、なんか冗談ぐらいのつもりで言ったんだけどさ、だってさ、もっと知りたいじゃん、その子にして思って。いや、嫌われ、仲直りしてよ、すごく仲良くなったけど、なんで言っちゃったんだろうってすごい思った。そうごめんなさいって思った。違うの、そういうつもりで言ったわけじゃなくって、だってまだ2日目だからさって、だってあなたも誰かと違うこと行きたいって思ったら言わないとダメだよねって言ったの。そうだから、そう KY なんだろうね、すごく、なんだろうな、あのグループがすごい苦手で、このグループにいなきゃいけないみたいなのがすごい苦手だったんですよ。だからそれがね、あの本当に苦労しました。そうなんですよ、勉強になりましたってね、あんまり言わない方がいいよ、みんなグループに属してる。あ、そうね、あの人気っていうグループは属してるよね。だからそう、でも重い、なんかなんだろう、またこう友達とは違うから、なんていうの、分かり合っていかなきゃいけないじゃないですか、何をかもさ、きっと受け入れられないとか通用しないじゃないですか、そんなの、あのそれを受け入れてどうするかっていう領域じゃないですか。だからそのなんか全然苦痛じゃないんだよね、なんか2期にいることに対して。そうなんかそれすごいなって思う。うん、そうねって思った。苦痛、そう、なんだなみたいな、グループで固まる、名前良くないから好きだって。あ、そう、良くないのかな、良くないかどうか分かんないけど、なんていうのかね、マジで苦労しました、学校、特に学校はマジで苦労して、私だってこんなんだもん。それ苦労するわ。だからこう親友がいたっていうのはすごいありがたかったし、そりゃ嫌われるよとかね、いや自分でも思ったんだけど、だって思っちゃったんだもんって。そうね、だからなんかすごく自信のない性格にはなってしまいましたけども。一匹狼、すごく、そうねすごい人のどう思ってるんだろうとか気にするようには なりましたけどね、すごく後々後悔するタイプにはなりましたけど、人間の幅が狭いから苦労する、あ、なんかな、そうね、本当に私だってやばかったと思う、学校の時
今でも思うけど後悔はするんです。いや私があの被害者ぶってるとかじゃなくて私が悪いんですよ。普通に悪いのは分かってるんだけど、だって違うよねって思うこと言ってしまうからなっていう。難しいんですわ学校って。 LINE のグループに招待されても入りたくなかったら入らなかったんです。なんか30人くらいが入ってるグループとかあるじゃないですか、たまに。そう知らんし誰みたいな。あの学校なんだけど、私学校で全人たちを把握もしてなかったし、なんか私知らない、これ何のグループだろうみたいなのも入らんし、入らなくてあの招待を拒否したのそしたら何で拒否したのって聞かれて、そうだね理由言ってなかったわーって、知らんしって言ったら、なんか私悲しい人みたいな目で見られた。そうね、高校はだから楽しかったけどすごく苦労もしました。群れたくない、そうね、群れたくないわけじゃないんだけどね。だっていっぱい大人数好きだしね、好きだよ、だっていろんな人と喋れるじゃん、好きなんだけど、行く理由が自分が納得しないといかないって感じかなめんどくさいでしょ。だからそうなんだよ LINE ね、 LINE はだからすごく苦手でした。そう LINE のグループにはいないのに、そうレッツゴー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 とか言いながら教室に入ってくるから、それは変な目で見られるわっていう話ですわ。楽しく、で自分の中では楽しいの学校が、うん、割と自分の中ですごい楽しいんだけど、そうそうそう、そういう感じ、うん、だからこうさ誘われて行くんだけど、何このグループみたいな感じで行ったりとかしてた、なんだこれとか思いながら、これなんでこのメンバーで集まったのとかさ、あの聞いちゃうもん。そうそう、あ別にあの悪い意味じゃなくて、あの何あの主催者みたいな子に聞きに行く、なんでこれきっかけが気になるの、だからあの何きっかけが気になるの、序章みたいなのが、えなんていうのかな、あのなんとなくとかさ言われるとさすげえなって思うもん。いやあの活発な子なんだなって思う。そうそうですわ。ストレートに聞ける、ストレートに聞くから KY って言われるんだよでも言われても別に何とも思ってなかったけどね私だからいけないな、あの悪いと思ってなかった。当時は本当に私もちょっとダメだったんだよ、高校生の時とかちょっと頭いかれてたんでね。そうそうそうなんですよ、納得しないとダメ、そう自分が納得しないとなかなか、そうね、そう言ったらまずいと思いながら聞かずにもいられない時めっちゃある、ある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 、そうそうそう、こっそり聞くべ、そうだね、こっそりね、だから人のことを考えてさ超クール、うーんどうだったんだろうな、わかんないや、どう思われたのかすごく気になります。でも必要な人とつながれるから大丈夫、そうね、だからこんな自分を受け入れてくれる人っていうのがすごく嬉しかったな、そうなかなかいないじゃんって思って、うん、だからすごくそういうの奇跡だなって思っちゃいます。本当にちょくちょく連絡をくれる人とかもさ嬉しくて、ああ私のために連絡をしてくれてるんだなと思って、すごい嬉しいですよ。ガツガツ来る友達好きだけど、そう私もねガツガツは来たいけど人見知りはするの、うん、自分のこと気づいたらって、本当なんか自分を見直すのってすごく嫌いじゃないんです、悪いとこいっぱい出てくるから、なんか直せるかもって思ってくるんだよね。そうそう失敗をこう思い出すの、嫌いだなとかね、KY だよね。で高校の時って私本当すごかったと思う、今
だって絶対できないって思うことしてたもんね。それは嫌われちゃうわって、嫌われてたわけじゃないけど、それは友達少ないわみたいな感じ。そうそうそう、そう、今はもうちょっと大人になったんだと思う。あの時はなんかもう納得いかなかったらスンって感じると思う。そりゃ友達いなくなるし、インドアになるわけだっていう。でも直そうとは思ってたよずっと、うん、あとバカだったの、頭がすごくバカだったから理解できなかったんだよね。それはあった。あ、うん、自分から話題を作るのはすごく苦手です。だから私話を聞く方が実は好きなんです。知ってた？そうだよ、話すのもすごい好きなんだけど、話すのってこう自分の話になっちゃったりとか結構するのがなんか申し訳ない気がしちゃって、もうなかなか言うのあれなんだけど、だからこのショールームって私の話をこうすごく聞いてくれるし、家事の話を聞きたいっていう人がすごくいっぱいいるから、すごく楽しくお話できるんですよ。だって他に話題がないから。そうそうそう、例えば面白い話題とかでしょ、今流行ってることとか、全然話広げられる自信ないし、そうそう、私の好きなこととかね話せるんだけどね。そう、うん、そうそうそう、だからすごい面白い話をしてくれることがすごい嬉しかった。それを聞いてうんうんうんっていうのが好き。だからすごく独特なこと仲良くなったんだよね。私高校2年生かな、高校2年生の時にもう絶対自分仲良くならないんだろうなってことを、結果最後ずっとストーブの前で話してたんよ。でその子はあのハーフだったんだけど、やっぱりこう外国の方の血が入ってるからすごくアクティブで、なんだろう、曲がったことがすごい嫌いで、でもすごいおしゃれですごく可愛かったの、お人形さんみたいな、なんかモデルとかにスカウトとかされてたし、なんだろう、お人形さんみたいな感じで、ちょっと気の強い感じなんだろうなって、盾ついてたし、普通にこうなんかこうすごく気の強そうな女の子、なんかおしゃれな女の子いるじゃないですか、やっぱクラスって。そうそう、でなんていうんだ、盾ついててすごい強い子みたいな、気の強い子みたいなイメージがあったんだけど、そうそう、だから私はこう遊んすっごいあのいろんなこと遊んでるんだろうなって勝手に思ってた。そうそうそう、でなんかインスタとか開けてなんかあのすごいあのなんていうの、偏見を持ってたの、またなんか悪口とか言ってそうとか勝手に思ってたのね。そうすーごい思ったんだけど、すごい寒がりだったのその子が。そうで私もめちゃくちゃ寒がりで、意味わかんないぐらいストーブの近くでこうずっとねいたのよ。ストーブ仲間でさ仲良くなったんだよね。すごい思考が似てて、その子は全然、そうあのすごい仲いい友達としか全然遊ばなくて、遊ぶは遊ぶんだけど、なんか仲いいのはあの子だよみたいな感じで、あめっちゃわかると思って、最終的にめっちゃ楽しかったです、その子と喋ってる時。でも今全く連絡取ってないもんね。そうそう、だからお互いに連絡を取らないタイプだから、全く取ってないしね今、うん、その時はすごく楽しかった。だから全然気を使わなかった。だから これからもずっと仲良くしていかなきゃいけないっていう気持ちも、まあ、お互いになかったと思うし、なんかそうそう、また会いたいなと思うけどね、うん。そう懐かしい、その子大好きだった私。すごい喋るの面白い、すごい自分の話を誇りを持って喋る子だったから、すごくね楽しかった。私人のこと好きなんだよね、この子がこういう話してるみたいなのがすごい好きで、そうそうそう、うん、全然知らない子の話とかするのよ。でもそれがすごく面白くて、正直すごくそれが実家こう行こうって思った糧になったかな、その子のおかげで、うん、言わないけどねその子には。
言わないけど、私のこと覚えてんのかな。でもその1年しかさ一緒のクラスにならなかったし、うん、もう何してるんだろうって感じだよ。それがすごい覚えてる。なんか私にとっては何だろう、ドラマの主人公みたいなイメージ、童話のヒロインとかそういう風に見えてたから、うん、かなって思った。だからどう思ってたんだろう、私のことどう思ってたかも知らないし、なんか不思議な関係でしたよね今思うと。うん、かっこよかった。そう、その子がすごくかっこよかったんだよね。めっちゃ尊敬してました私は。めちゃくちゃ、あ、こういう人になりたいってずっと思ってた。何でも率先してやるし、誰にでも優しいの、フレンドリーで。でもなんかひっちゃくみたいなのしないんだよね。一人でも入れるのその子は。全然一人でも入れるし、なんかこの子と仲良くしたくてこの子と一緒じゃなきゃ無理ってわけじゃないのよ。だからすごい勘違いもされるんだよね。でもそれも全然気にしてないの。なんかすごいかっこよくてね、その時の私にはすごくキラキラして見えて、すごいずっと笑顔なんだよね。可愛いしさ、何言われても嫌なことすごい怒んの。それはだってそっちがいけないじゃんって普通に言うのよ。なんかそれがすごくかっこよく見えて、わいいなって思ってた子がいた、高校の時。うん、この子のことを歌にしようって、ああすごい充実してた。そうね、その子に彼氏がいたんですよ。その彼氏のことがすごく大好きで、その子の話をすごいしてました。笑顔で家族のように喋ってて、すごいなって、すごい人が好きなんだなって思って聞いてたりとかして。いやでもさ、その1年間だけだから。でも私がそんなにその子のこと好きだってことも伝えなかったし、私がその子のところにわざわざこうやって走ってねえねえねえとか喋りに行ってたわけでもないから、今ね、ご飯でも行かないとか行く関係でもないからさ、ねえ、なんかその子に何にも言えないのがなんかそういうとこだよねっていうさ、すごいその子が大好きだったんだけど結局多分一生言えないで終わるんだろうなと思って、再会する時とかあるのかなとかさ思って、うん、ね、どうなんだろうね。寒がり同盟でした。すごく素敵な子でしたよ。久しぶりに再会してもらって喋ることないしね。大好きな子がいたんですっていう話だけですね。そんなこともありました。難しいですね。難しい、そうね。ストーブでしかつながってないかも、そのこと。でも USJ 一緒に回りましたよ、あの修学旅行楽しかった同窓会あるといいな私。そしたら言えるかな、私あの時ねって、君のことがすごく大好きでって、君が笑顔で喋ってくれるから学校に行ってたよって。喋ることないからそれくらいしか言えないなまた会いたい、会いたい、すごく会いたいです。見てるかな、いや見てないわ絶対楽しい。インスタグラムとか検索してみようかな。修学旅行一人じゃないよ。でもね、その子が一人だったの。違う部屋だったんだけど、私は違うグループだったの。そうそう、いつもね私を気遣って仲良くしてくれてる子がいたんだよね。で一緒に行こうって言ってくれて、グループまあなんかずっとその子そのグループっていうか、まあUSJ 行った班みたいな感じで4人班だったんだけど、その4人同じ部屋だったのね。その4人班、その4人もその3人も大好きだったんだけど、こんな性格だからさ、なかなかこううまく伝えられなかったけど、その3人でもすごい感謝してるんだけど、一人の子はね会ったよ。アップが2期になってからもずっとご飯一緒に行ったりとかして、
最近行ってないけど1回行ったくて2回一緒に行ったから2期になってからね。2回って相当行ってるからね私の中でだから全然違う班だし、でもその子が一人だったの部屋でっていうのを聞いて部屋に行ったの覚えてる。そう、何してるのって、一人なんだって言ってその子の部屋に行った。そう、でもその子が一人ってこと私は気づかなくって、やっぱ気づく子はさ、その班グループの中でもめちゃくちゃ友達が多くって、めちゃくちゃ可愛くって、なんていうのかな、人たらしな子が一人いたんだよ。私もそのまあみんな人たらしだったけど、みんないい子ばっかりだったんだよ本当は、いい子ばっかりだったんだけど、私がこのね感じだったからちょっとあまりね、そうね、ごめんって感じなんだけどそのすごいその子が気づいてさ言ったんだけど、その気づく子もすごいよねと思って、あ、一人っていうのが分かったんだとか思って、なんでこんな話してたのね今懐かしいんだもんっていう話をして、一人やったんだよその子が。だからその時一人なんだとか言ってさ、あ、寝ても見てたらいいな。高校の友達のこと全然連絡取ってないのね、びっくりするぐらい。そう、なんか高校に私ちょっと変われてるかな、その時代から変な子だっただろうに変われてればいいなって思うな。写真見っけた、あ、落ちちゃった。昔の思い出、皆さんも蘇ります？私は高校卒業で学生生活が終わってしまって、高校3年生の時はほぼ学校を覚えてないんでねこんなこと言うのもあれだけど、高3はほぼ覚えてないんです、記憶がないんですよ。そう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 、だからなんていうのかな、そうね、覚えてないからなんかいい記憶がすごく綺麗に残ってて、それを思い出したりするんですよねすぐ、うん、部活バイト、でもアルバイトがでも一番思い出に残ってるかもな。楽しかったしね、何より。そうそう、見られ方変わったって、2期になってからはすごく変わっちゃいましたね、うん、それがすごく大変でした高3の時かな。そうね、良くも悪くも変わってしまったので、それこそ高3の時はマジで関わりを持たないで生きてきたかな。それが悪かったんだろうなめっちゃ大変だったそう、高3の時ね、懐かしいな、ね、その時もありますわ。でもイケイケになったと思います、高校に行ってってよかったなとは思いますし、よく私は高校選び失敗したかなとか言ってたけど、今思えば全然そんなことなくて、あの高校に行ってたから今がありますとはあります、思います。そう、2期の思い出しかないな高3は。うん、一番今も大変っちゃ大変だけど、その時はまた精神面違う意味ですごく大変だったので、高3の時、そう、新しい環境でね、そう、もう記憶がない1年なんですよ本当に。お仕事よりもきっと学校の方が行ってるはずなのに、高山の記憶がないんです、本当にないんですよ、まるでゼロそれがすごいよね。だから私2つのことは絶対にできないんだなって思ってるから、そう今に至る2つのことは多分できないかなって思ったりいやそんなことないかもね、今はでもできるようになったかもしれないけど、高校卒業した時の症状も覚えてる。どんなだったっけ、あんまり覚えてないかも。覚えてるか、どれだ、やだー、もう私が覚えてない。覚悟がすごかった、あ、思い出した、あれね、あの時が卒業した時か、懐かしいな、あったな、そんなことが。懐かしいですね、思い出語りの配信になっていますけども、楽しんでいただけてるか分かんないけど、すごかった、確かにあれはもうすごかったな、あの覚悟ね。だって大変な決断ですわ、もともとは学校に行こうとしていた人が急に学校行かないっていい方になるって、すごい大変なことだったね。開始も第2章でした本当に。どんなことを語ってんだろうか、うん、
単に言うと、まあ、アイドル一本になるよってことについて話してた気がする。私にはここしかないんですっていう話をしたの覚えてるかな。うん、私にはそこしかなかったからね、本当に何もない。私これなくなったら終わりですくらいのレベルなんですよ。そうそう、陰謀だけどね、結構。だからこれからも頑張っていこうと思う。10回以上列だって不安だったんだろうねそんな不安だからそんな言ってたんだろうな。今も不安じゃないか、不安かじゃないって言ったら嘘になるけどね、気がしますわ。ということで今日はこの辺にしましょうか。なんか思い出の話になっちゃいましたけど、これからも皆さん応援してくれる、どんな梶島になろうとどう変わろうと応援してくれるのかな分かんない、どんななるのか自分でも分かんないからさ。ありがとうございました、本当にありがとう。変な子が変なアイドルになったっていう話でしたありがとうございました。また皆さん配信見に来てくれたら嬉しいです。それでは。ああそうね、確かに。ではハイシャックですね、今日はここまで、せーの、以上です。リオありがとう、楽しかったです。ギフト読んでいい？あ、ギフト待って忘れてた。ででんでんででん、あーあ、出てこないから。おいちゃんありがとうございます、ありがとうございました。ラムギッチからのありがとう。ホソチさん結婚して、お、あ、あ、大丈夫、私で今日ドラゴンボールだけど大丈夫スミさんからのありがとう。バンバン結婚して、あい、ドラゴンボールでだけでいいですかお、おいちゃん拍手ありがとう。とんかつさん、あ、今日ちょっとドラゴンボールだけど大丈夫ですか、ありがとうございます。おいちゃん結婚して、あ、今日ドラゴンボールだけど大丈夫ですか、ドラゴンボールかいさん結婚して、あ、私ドラゴンボールだけど大丈夫ですか、あ、ありがとう。みんなつまぴっちさん、かわいいただきました、ありがとう。おいちゃんお疲れいただきました。そしてぴょんもくまいただいてます、ありがとう。おいちゃんくま、よし今日は書こうか。あ、多分だけど今更だけど、高校卒業した時に学校で写真を撮ったのをツイッターに載せたと思うんですよ。あれ撮ってくれたのは多分ストーブ仲間の子だった気がする。勝負の子、今思い出したけど多分そういうことだ。おかしいな、あんな人のいない、みんながギャーギャーってさ騒いでるさ廊下、なんか私は誰もいない教室で一人懐かしい、親友の帰りを待つという時に写真を撮ってくれたな。なんか私って依頼でいろんなエピソードあるねなんかね面白い。いいじゃん、そうなんだ、ドキッとしたらって本当ストーブの見たって、確かにドラマみたい、引き出し豊富、そうなんか繋がってる。あ、そう、教室で撮ったあの写真、そう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 、うん、嬉しい。あ、え、さやくん、せっかく帰ったのに、せっかく帰ったのに誰か一緒撮っちゃった、もういいか
いい感じになんかアートっぽくなったよ。おいちゃんありがとう、ありがとうございます、 Thank you、 ありがとうね。制服リソーさんです、ありがとうございます。どうしようかな、どういう感じだろう、わかんないな。学ランが書けない全然学ラン難くないっていう。伊沢さんありがとうございました、またね、嬉しい限りでございます、 Thank you です、イエイ。それでは本日はここまでです。腹巻きだって、腹巻きだよ、違う違う、スカートスカート。それではここまでです。お手を拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。また明日お会いしましょうね。